ジェームズ・リケッツ、ジェームズ・ブルー・アートン・リケッツ、八百十七年六月二十一日から八百八十七年九月二十二日はアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は東部戦線で北軍の将軍だった。リケッツはニューヨーク市で生まれた。八百三十九年に陸軍主管学校を同期三十一人中十六番目の成績で、 卒業し、アメリカ第一砲兵隊に配属となった。カナダ国境騒動の時に守備隊任務につき、1846年4月に、中尉に昇進した。米北戦争の時は、モンテレーの戦いに参加するなどかなりの戦闘に参戦し、アブナーダブルデと共に、砲兵指揮官として、ブエナビスタの戦いでリンコナダパスを守った。その活動的な任務にもかかわらず、 仲間の主官たちの多くのように、米国戦争の間に名誉昇進を果たさなった。メキシコから戻ると様々な陸軍基地で任務に就いた。1853年8月に大尉に昇進して、フロリダ州セミノール族インディアンと戦い、その後テキサス州の返境任務となった。南北戦争の開始時点で、リケッツはワシントン DC の防衛に当たっており、1861年初期に、 南軍が守っていたバージニア州、アレクサンドリア占領の時は1個歩兵大隊を指揮した。その大隊は後に、サミュエル・ハインツェルマン准将師団のウィリアム・ビー・フランクリン准将旅団に付けられた。7月21日の第一次ブルランの戦いでは、その大隊が南軍不評隊に制圧された時に、銃弾を4発浴び捕獲された。圧倒的な敵を前にしてのその勇敢さのゆえに、 同日付で正規軍の中佐に名誉昇進し、アメリカ志願兵の順将となった。リケッツは戦争捕虜としてリッチモンドで拘束され、その妻ハニーはリッチモンドまで行って看護婦として泊まることを許された。リケッツは1862年1月に仮釈放され、療養のために医療休暇扱いとされた。リケッツはアーヴィン・マクドベル順将の軍団で一個師団の指揮を 任され、シーダーさんの戦いではこれを指揮して、ナサニエル・バンクス少将軍の撤退を援護した。第二次ブルランの戦いでは、南軍ジェームズ・ロングストリート少将の翼が、ストーンウォール・ジャクソン少将の翼と合流しようとしていたのを遮るために、その師団は、マクドウェルによって、サラフェア・ギャップに投入された。リケッツ隊は側面を突かれ、遮断される、危険性が増して撤退した。 その後のアンティータムの戦いでは、乗っていた馬が二刀銃弾で倒れ、二回目の時は馬の下敷きになって重傷を負った。任務に差し支えがないくらいに回復した時、フィッツ・ジョン・ポーター少将の軍法会議への出席を指名された。この審判では、ベンジャミン・ M ・プレンティスを例外として、あらゆる判事が、その在職期間あるいは近づいている、昇進のことで、軍長官。 エドウィン・スタントンに恩義を感じており、ポーダーに有罪が宣告された。リケッツはおそらく無罪に投票し、昇進もなかった。リケッツは1864年3月になって、野戦式に復帰し、ジョン・セジウィック少将の第六軍団で一個手段を任され、ユリシーズ・ブラント中将のオーバーランド方面作戦で、これを率いた。その部隊兵は、質が低いと考えられており、 多くは、以前の第二次、ウィンチェスターの戦いで避難を浴びたロバート・エイチ・ミル・ロイ、少々の部隊兵だった。その手段は、荒野の戦いで功績を挙げられず、スポット・シルバニア・コートハウスの戦いでも見るべきところが、なかった。しかし、リケッツは1864年6月3日の、コールド・ハーバーの戦いにおける勇敢少佐に、値する行動で、正規軍の大佐に名誉昇進した。 この時はリケッツもその部隊も功績を挙げた。1864年7月、その部隊は3350名に過ぎなかったが、南軍事ウバルアーリー中将のワシントン DC 攻撃に対抗するために北に急行した。リケッツはルーウォーレス少将の下でモノカシーの戦いに参戦し、左側面を守っている時にかなりの損失を受けた。そこでの功績に対して、 8月1日に志願兵の少将に名誉昇進した。その後、フィリップ・シェリダン少将のシエナンドを警告方面作戦に参戦した。シーダークリークの戦いでは、戦闘の始めの時間帯で第6軍団を指揮したが、ミニー団が胸に当たって負傷し、その後も障害を残した。1865年3月13日、リケッツはシーダークリークでの勇敢な行動で、 アメリカ陸軍の順将に名誉昇進し、戦場での勇敢で賞賛に値する行動で、アメリカ陸軍の少将に名誉昇進した。リケッツは、健康が優れなかったが、ロバート・イーリー将軍がアポマトックス・コートハウスで、降伏する2日前に師団に復帰した。1865年7月、リケッツは、バージニア方面軍の一畜指揮官に任命され、 これを1866年4月まで務めて、志願兵任務を解除された。7月にはアメリカ第21歩兵隊の中佐に任官されたが、これを辞退した。リケッツは戦闘で受けた傷による障害のために、1867年1月3日に現役任務から引退し、1869年1月までは様々な軍法会議に出席した。リケッツは、 シェナンドー渓谷での従軍中に受けた胸の傷のために、その後も健康が回復することはなく、陸軍から除隊して余生はワシントン DC で過ごした。リケッツは1887年に、そこの自宅で死に、アーリントン国立墓地に埋葬された。1900年に死んだ妻もその横に埋葬された。息子たちの一人、バジル・ノリス・リケッツは、米西戦争の時に、 セオドアルーズベルトの指揮するラフライダーズで使え、やはりリケッツの近くに埋葬されている。リケッツの墓碑鳴には次のように書かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。